listening to A Stage。 まあ、はいさーい、今週も始まりました A Stage、 パーソナリティの浅野明人です。 MC の立石真由子です。この番組は人生のステージを紐解き、明日からのドキドキワクワク、そして活力をお届けする番組です。そしてこの番組は税理士法人若葉の提供でお送りしております。今日は YouTube ライブ、そしてツイキャスでの配信はなくですね、先週に引き続き収録での放送となっております。また楽しみにしているリスナーの皆さんは、生放送来週はやりますので楽しみにお待ちいただければと思います。ということで今週もね、先週に引き続きちょっと収録での放送にはなってしまうんですけども、お送りしていきたいなと思います。はい、はい、ということで今週はですね、もういよいよ6月1日ということで、うん、6月に入っちゃいましたよ。早いですね。もう今月終わったらもう1年の半分終わり、やだ、終わります、終わります、もうこれで。あ、気がついたら佐野さんの誕生日なのよ、大体。そうだね、そう、僕の誕生日近くなると やばいと思ってね、また今年終わるなって思う、ね、を見てもらわないといけない。そうです、公開鑑定を毎年やって、公開鑑定ね、はい、いやもうでも変わんないんじゃない、もう変わるの、あ、まあ、変わるか1年ごとにね、変わります、変わるからねはい、そうだね、はい、いやそれもまあ楽しみなんですけど、そっか、6月だから夏が近づいてきてますよね、うん、楽しみ夏が、はい、ね、このちょっと収録は5月18日に収録させていただいているので、はい、もう6月1日、まあ、沖縄はもう梅雨入ってるでしょうね。入ってるか、はい、私この3年思うんですけど、明けてる気もしますね、なんか。あ、逆に、うん、なんかその梅雨あった今年みたいなぐらい、はいはいはい、異常なその雨が降って、うん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 、あのなんか車沈んじゃうみたいな経験も一回ありましたけど、あったかも、うん、あったんですけど、大変な時あったね、ありました、ありました、沖縄ね、うん、そんなにってあったんですけど、うん、それが終わるともうあれ終わったみたいな感じが、5月、ちなみに去年は5月最終週の日曜日、野外イベントをね、知り合いの人が企画してた、やっぱ知人がいたので、はいはいはい、どうしようが、もう思いっきり晴れて最高ですって言ってたのを覚えております、私は。そうか、はい、でもな、まあ、沖縄ってもともとね、そういうスコールとかも多いしさ、うんうん、あの他の地域に比べると梅雨らしい梅雨ではないのかもしれないよね。そう思います。いや東京とかをさ、本当梅雨と言ったら梅雨じゃん。梅雨です、当たり前のこと言っちゃってるけどまあでも諦めて雨ですって感じですよね、うん、まあ、恵みの雨なんでありがとうございます、うん、なんかじとーっとしてさ、いや今日も雨、明日も雨、また雨そんな感じだけど、まあ、沖縄はねそういう感じとはまあちょっと違う梅雨なのかなとは思うんですけど、はい、うん、まあ、梅雨にねこの6月1日は入っているのかな、どうなのかなというところでね、東京はね、はい、はい、ということで6月1日、6月ですよ、はい、ちょっとそれにねちなんだことを今週はね、はい、お送りしていきたいなと思っております。まあ、ピックアップエッセージという感じではないかもしれないですけど、一応いつものやつからやっていきましょうか。はい、お願いします、はい、ではいきます。この世の中には人の数だけ人生のステージがある。じゃじゃん。ということで今週もピックアップをしていきたいなと思います。今週のピックアップエッセージはウェディングソング特集、イエーイ、ということで6月に入ったということで、6月といえばジューンブライド、 そうですね、それにちなんでね、あのウェディングソング特集をやってみようかなということでね、今週はお送りしていきたいなと思うんですけど、ちょっとなんかこのテーマ的にはラジオっぽいね、逆に。そうですね、そうですね、テーマ的にはラジオっぽくないっぽいです。はい、いつものね A ステージはちょっとあのまた独特なところで言ってますから、まあ、テーマ的にはすごいラジオっぽいテーマだなと思うんですけども、うんうんうん、6月といえばやっぱりねそのジューンブライドということで、やっぱりどうなんだろう、あの、まあ、梅雨ではあるんですけど、やっぱりまあこの時期に結婚式ジューンブライドをあげたいっていう人たちっているよね、やっぱり ねいらっしゃると思いますし、あのブライダル関係の方が私ちょっと今増えたんですけど、この2年ぐらいで。そうだね、仕事でもね、はい、ブライダル系の仕事も多くなってますしね。 ある静岡の式場の
ところはもう本当に土日で一組限定でやっている素敵な山の中にあるチャペルの利用されている方がいるんですけど、ちゃんと全部土日埋まって、本当になんて言うんですか、そう素敵な時期と、必ず確率にお忙しいんですけれども、うん、もう毎日毎日感動が生まれる時期と聞いております。はいはいはい、そうですか。あ、やっぱりジューンブライドはね、うん、やっぱりウェディングは多いんでしょうね。うんうん、そう思います。今ウェディングってそもそもどんなのが流行りなんでしょうね。ああ、やっぱ時代によってあるよね、それね。ありますね。はいはい。ねえ、ブライダル。なんかこう昭和はさ、すごいホテルとかでさ、大々的に人もたくさん呼んでやる、はい、ね、結婚式が主流だったところから、はい、割となんか現代にかけてちょっとなんかね、ガーデンウェディングみたいなものだったりとかさ、ゲストハウスでのウェディングとか、ちょっとこじんまりと、うん、大切な人たち系だけの少人数でみたいなのもあったりとか、はい、レストランウェディングとか、いろんななんかトレンドがねあると思うんだけど、今何が流行ってんのかなみたいな。なんかいろいろあるんですけど、うん、流行りとはちょっとずれちゃうかもしれないんですけど、バウリニューアルっていうところで改めて愛を誓い合うっていうようなもので、今何と言いました？バウリニューアル？バウリニューアル、バウリリニューアル、はい、はい、直訳すると誓いの更新っていうんですよ。誓いを更新するわけね。はい、で結婚している夫婦が記念日とか家族、うんうんうん、家族の節目とか記念日に改めて愛を誓い合うというセレモニーのことなんですけど、はいはい、それを何て言うんですかね、結婚式をしない時代に結婚式をする、結婚しなくてもいい時代に結婚するか、まあ、いろいろあると思うんですけど、うんうん、その中でやっぱりするしないの選択肢がすごい、ね、与えられた時代だからこそ、そうだね、結婚式なんて言うんでしょうか、その1回目の方はまた悩むと思うんですけど、うん、し終わった方で、うん、もうね、20年30年ご一緒されてる方だと、はいはい、バウリニューアルは今一目置かれていると思います。はあ、あ、じゃああれか、結婚式を挙げずに結婚されて、まあ長年ね、寄り添った方が、はいはい、まどっかのタイミングでじゃあ結婚式やってみようかとか、あと結婚式挙げた方でもこのバウリニューアルやられてる方とかもいらっしゃるんですよ。一度結婚式をしたけども、はい、なんか記念のタイミングでじゃあ10年後とか10周年とか、はい、20周年とかそういうのでまた何かやろうと、はい、あ、そういうのが出てきてると、はい、いやすごいね、すごいでしょあ、そういう時代か、ま、そもそもさ、結婚式ができない時期があったじゃない、コロナの影響で。ありました。うん、でその時にやっぱり、まあ、結婚式をせずに、数年、まあ、過ごしてきて、まあ、改めて結婚式をやるかっていうと、まあもういいかなみたいなね、はい、人たちもは割と多いんじゃないかなと思うので、まあ、そういう新しいね、その結婚式とかそのお祝いの形が生まれてきてるっていうのも、うん、いいですよね。はい、いや本当にそう思います。はあ、初めて聞いた言葉。お、一個水さんもリニューアル。はい、誓いの更新を。誓いの更新ね。ってなると今回ねピックアップのウェディングソングっていうとこだと、はいはい、多分その結婚式に流すものもあれば、思い出の曲を流すとか、結構 BGM で使うなんていうんですか。うん。角度も変わるという、角度というか目的というか。確かに。そう、ウェディングソングってどうしてもね、結婚式で流す曲をイメージしちゃうけど、そうそうそう、ちょっとその概念も変わりつつあるかもしれないね、うんうん、そうか、へえ、まあちょっとね、今回も、まあ、ザ・ウェディングソングをちょっと、はい、まあ、振り返ってというか、うんうん、いろいろピックアップしながら、僕らもね、いろんなサイトをちょっとチェックして、あ、こういう曲、あ、そう、あるあるみたいなね、ちょっと打ち合わせでやってたんですけども、はい、まあ、いろんなサイトからピックアップして、あ、そうだよなみたいなことをちょっとやっていきたいなと思うんですけども、はい、まあ、立石真由子的には何でしょう、はい、私的に、うん、
でもにちょっと2個言いたいんですけど、1個は私大学の時、欲張りだね、欲張りや、いいよどうぞ。いい、あの大学の時、うん、例えばじゃない、まあ、実際ね、やっぱその時お付き合いしてた方がいたんですけど、うん、やっぱ結婚式もするとしたら何流すみたいな、うわ、あ、めっちゃ淡い記憶や、ね、淡い、甘酸っぱい、甘酸っぱい、そう、あの記憶で言うと、うん、なんかその時期やっぱり流行ってたのがね、ジャニーズの嵐の曲とか、うん、でワンラブとかラブソースイートとかは、はあ、流行ってたし誰でも聴きやすい曲だったっていうのもあるので、はいはいはい、そう、なんかワンラブとかいいねって話した記憶があったなって今思い出したっていうのが一個と、なんかでも私結婚式ウェディングソングって浅野さんと打ち合わせした時に一番最初にパッて浮かんだのは、はいはい、あの木村カエラさんのバタフライですかね。はあ、うん、確かにね、はい、そうだね、そっか、バタフライね、うん、浅野さんはいや僕はちょっとこの A ステージのキャラクター的にちょっと一応言っときますよ、一応 A ステージのキャラクター的にね、はい、いやようちゃん、ウェディングソングと言ったらさ、僕の曲に決まってるから家族になろうようだよ。なんか若干噛みましたよね今ちょっと。甘噛みしてるね、言わなきゃよかったわはい、ということでね、僕は一応番組的には家族になろうよって言った方がいいかなと思ってるんだけど、はい、なんだろうな、さまざまいろいろあるとは思うんだけど、うん、世代で言うと、うん、うん、なんかやっぱりミスチルの365日とか、ああ、そちらを選ぶんですね、はい、この辺が、はい、あとはやっぱり洋楽もね最近は多いので、はい、洋楽で言うとなんだろう、ブルーノマーズとかね、マリーユーとか、そうですよね、はいはい、出てくるのかな、うんうん、いや皆さんのね、リスナーの皆さんも思い出のウェディングソング、うん、ご自身だったり思い出の結婚式のとかね、うん、いろいろあると思うんですけど、何でしょうね、聞きたいですね、うん、思い出、うん、このなんかランキングとかを見てるとさ、あ、ほんとなんかどれも、あ、そうそうっていうものだよね、もうそうそうって思います、そうそうっていう、もう安室奈美恵さんのキャンセラブレーツとかもうまさしくじゃないですか、もう最高ですよ、うん、泣いちゃうもん、やっぱりなんかこうトレンドもあるけど、ずっとやっぱりこう使われ続けている曲もあるしね、はい、うんうん、で、あ、この時代はこれ流行ってたなみたいな、うん、いや僕見て思ったのはあれだな、モーニング娘、うん、あ、ハッピーサマーウェディングとかありましたね、多分ね、2000年代とかかな、おさん、母さん、ありがとうですね。はあ、そうそうそう、間のあれが好きです。なんだっけ。あの、ナレーションが入る。ナイナイさん、みたいなやつ。はいはいはい。父さんと一緒で、みたいな。確かにね。あれを確かに、歌い替えっていうんですか、うん、して歌ってました、みんなで。あ、はいはいはい。あ、そういう演出もできるしね。確かに。当時のね、相手の方の名前入れたりして。はい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 。あとはスーパーフライさんね、うん、愛を込めて花束を、結構 YouTube とか見てると、うん、愛を込めて花束を、うん、新郎の方がサプライズで使って、うん、奥さんの、うん、新婦さんの思い出の場所にバラ一本一本置いてあるのをなんか撮って全部まとめて今日持ってきたよみたいな動画で使ってるのとかをちょっと見たことがあって、憧れております、あ、誰か聞いてますでしょうか、はい、ということらしいです、はあ、そうだね、まあその映像、今はね映像とちゃんとこう曲をマッチさせてみたいなところもあるもんね、うん、うん、そう、うん、あとは星野源さんの恋か、あ、恋とかはさ結構その、はい、なんていうの、いう余興的な感じで ね、はいはい、ね、同僚の方とかが踊りながらっていうのもあるし、増えましたよね、確率で、いや増えたね、増えたと思う、うん、いや結構いろいろあるな、こういう思うんだけど、はい、これこうウェディングソングを作ると思ってアーティストの方作るのかな、それともどうなんだろう、ウェディングソングどういう背景で作ってるのかなと思って結構やっぱり大切な人に送るとか、うん、でウェディ、まあ、結果ウェディングソングなんでしょうけど、うん、
で自分の現状に合わせて作られる方もいらっしゃいますもんね、はいはい、歌手の方ご自身が、ねねね、あと、まあ、Can You Celebrate もそうだし家族になろうよとかもそうだけど、うんまあ、テレビドラマとか映画の主題歌とかそういう感じでその家族をテーマだったり結婚とか愛をテーマだったりするものがっていうこともあるもんね、うん、確かに、まあ、星野源さんの愛もだってあのね、うん有名な逃げ恥の、はい、あれも結婚だもんね、うん、そうです、偽造結婚じゃない偽造結婚じゃない何て言うの契約結婚偽造結婚しちゃダメ偽造はダメでしょダメダメダメ偽造はダメですよ皆さん契約結婚ね、はい、やっぱ結婚っていうのがテーマになったりするっていうね、うん、うーんとかとか あとは10代の子たちみんな10代じゃないや、うん、あの今30代の方はいはいランキングで言うとあの、ね、西野カナさんのトリセツとかもね可愛いですよね女性が使いたい ねこれはね、うん、西野カナさんねトリセツね、うん、トリセツねそうそう確かにな あなんか40代の男性ランキングにですね、はい、ウルフルズのバンザイが入ってるんですけどバンザイ、はいうん、いいと思います、うん、いいと思いますとかいいと思いますもなんだかいや確かにねそっかウルフルズ万歳ねあるね入ってますね入ってますねこれはあ沖縄だとね沖縄だとって沖縄出身のアーティストでいうとキロロさんの未来へとかねあはいはいはい入ってますねいいですねねあとは王道でいうと中島みゆきさん糸なもう糸はね、いろんな方がカバーして歌ってるぐらい、ねね、皆さんお好きな曲あったらぜひ YouTube などでもコメントで教えていただけたりしたら嬉しいです、うんうん、もういやでもやっぱりそのウェディングも、まあ、結婚式もすごくやっぱり今皆さん凝ってやるじゃない、うん、なんかご自身たちのなんか世界観をうまくね、うん、その結婚式に、うん出していくっていうなんか今の時代になってるわけで、まあ、なんていうのあれ、うん、オリジナル結婚式えオーダーメイドかオーダーメイドのオーダーメイド結婚式っていうのかな、うんはい、そんな時代になってきてるからさやっぱその結婚式を彩るやっぱり曲っていうのもすごくあるよね、はい、うん、うんうん、ちなみに立石真由子的にはどういう曲を流したいと思う自分の結婚式では流したいのは結構スーパーフライさんとか結構好きなので、はいはい、愛を込めて花束もそうですけど輝く月のようにとかも私すごい好きな曲の一つでもあるんですけどなんかウェディングソング流すのももちろんなんですけど、はいはい、なんか自分のやっぱ人生でねなんかこうぐっと心を掴んでくれる曲をなんか流したいなって思ったりしますね、はいはいはい、確かにね自分の今までの人生の中でやっぱりすごく思い出に残っている曲、うん、そういうものはね皆さんいろいろ持ってらっしゃるのかなと思うんでちなみに立石真由子的に思い出に残っている曲って何なの人生の人生のあが輝く月のようにですほー私の有名な12月のイベントで必ずエンディングで流してるやつなので多分浅野さんで聞いたことあるあ聞いてるでしょうねはいそれがなんかあの私の曲だと思ってます自分のためのね自分のための曲だと思ってますはいはいはい確かにないや言われてみたら僕なんかあるかなと思うとなんか全然思い浮かばない嘘思い浮かばない多分言ったらポンポン出てくるんじゃないですかなんかねこうフラッシュバックのように思い出すのは、うん、その当時自分がやっていたこととか、うん、まあ大人になってからもねそこそこ長い年月を生きてるのでこの仕事ここでこの仕事をしてた時とか、はいはい、そういう時に、ね、大体まあ僕らの高世代になってくると、うん、結構あの通勤とかでも音楽を聴きながら通勤すること多かったでしょう、うん、そうですね聞いてました、うん、だからなんかその通勤の時にこうよく聴いてたなっていう音楽を思い出すね、うん、この時はこれよく聴いてたなとか、うん、この時はこれ聴いてたなみたいなのは思い出すねうんあのそうねあの、うん、
一瞬でなくなったり、なんていうんじゃんけ、ちっちゃいやつ。MD ね。そう。あれ使ってましたよ。MD ね、うん。MD とか多分ね、なんかもう一回聞いてみたら多分すごいいろいろ思い出すと思うよ。そうですね。うん。聞きたい。いや、面白いと思うな。いや、僕今思い出したのは、上京したて、はい、の時によく聞いてたっていうか、なんかその当時の自分とちょっとリンクしてたのかなと思うんだけど、うんうん、あのバンプオブチキンの他人の歌っていう歌をですね、はい、分かるかな、上京したての時に聞いてまして、はい、ちょっとね別れる歌なんですよ。車輪の歌、車輪、うん、なのでね、なんかそれはねすごく印象に残ってる。でちょっと東京に出てきてホームシックだった自分と、はい、なんかね、地元からこう離れて一人でっていうのをなんかすごくこうリンクしてた感じがするなと思って、はい、うん、聞いてみよう。でもそういうのがウェディングソングも、ウェディングにちなんだものもいいですし、やっぱりあの自分の人生に重なる歌もいいんじゃないかなって今話してて思いましたね、うん、とりあえず、うん、そう、必ずしもなんかザ・ウェディングソングからウェディングソングを選ばなくてもいいのかなって思ったよね、うんうんうん、そうなってくると選べないよねたくさんありすぎて、選べないみたいな話になってますけど、選べなくなってくると思う。いや、本当多分このウェディングソング、これからなんか結婚式をされる方とかはね、もちろんこういろいろ選ぶんでしょうけど、な、選ぶの大変だよね。大変。うん。いや、これもいい、あれもいいじゃん。うん、いや、なかなか難しいなと。うん。やっぱね、自分が一番響く曲を選んでほしいですし、またあの時代的にね、いろいろ変わっていくと思うので、教えてください、皆さんも。そうですね。うん。いや、本当に結婚式の形が変わるとね、ウェディングソングの使われる、なんか選択も変わると思うんで。うんうん。うん、そうだね。それは、あとは結構ね、生歌で歌ったりっていうのもあるでしょ？結構、ありますね、結構ね。今ね。はい、そういえば。いや、僕知り合いはね、自分で歌ってたもん。本人が？家族になろうよ。すごい。はい。でね、とってもとっても歌が苦手な振動でして。うん、うん、うん。で、まあ、で、あまり大きい声で言えないですけど、ちょっと音痴なんですわ。はっきり言いましたね。はっきり言わせていただきましたけど、でもその彼がその奥さんのためにということで、もう何ヶ月もボイストレーニングに通ってですね、その家族になろうよを歌ってプレゼントしてたっていうのを、そういう自分、僕がちょっと、ね、出席してさせていただいた時に聞いたんで、うんうん、なんかそういうのもありなんだなと、はい、だいぶね、ちゃんと聞けた。なるほどです、はい、僕のなんかウェディング史の中にちょっと残るちょっと思い出ですね。あんなに下手くそだった彼が、あ、それなりになんか歌って気持ちも乗ってるからね、すごい。なんかそれはそれでなんか良かったんですよ。いい思い出ですね。あるある。浅野さんのその話で一個ね、あるとね、私知り合いの人がどうしても糸を歌いたい奥様にっていう、はいはい、花嫁にね、うん、で旦那が言うから、みんなでじゃあ生演奏だって言って、私ピアノで、知り合いがドラムでとか、みんなで練習したんですよ、うん、私右手だけ糸弾けるんですけど、そのおかげで、はい、途中で新郎がそれこそちょっと音痴で、うん、テンポとかちょっと苦手な方で、完全に言ったね今ね、そう、うん、でね、途中で本当にやめようってなっちゃって、うん、ここまで練習したのにってなって、うん、みんなで結局奥さんが好きな嵐のワンラブを歌ったのかな、みんなで、なんかみんなで歌えば怖くないって言って演奏もゼロになってもったいないね。そんなことも思い出でありました。いやー、まあギリギリになってね、やっぱりやだ、ちょっと難しいかなみたいな、怖い怖いってなっちゃって、まあ、それがね、そういうこともあるでしょうね、うん、なんかダメなんじゃなくて、うん、いい経験だったなって思い出になりました。いやー、皆さんもね、リスナーの皆さんもいろんなエピソードあるんじゃないかなと思うんですけども、はい、まあ、そんなこんなでね、時間がやってきたということで、まあ、今週はね、ちょっと今までとはない切り口でウェディングソング特集ということでね、うん、させていただいて、うん、またなんかたまにこういうね特集系もね
やってみるのもいいかなというところなんで、はい、はい、楽しみにしていただければと思います。そしてまた来週からはですね、あの生放送でお送りをしていきますので、はい、いつも楽しみにしていただいているリスナーの皆さん、ぜひですね、たくさんコメントをお待ちしております、はい、ということで今週もエッセージ聞いていただいてありがとうございます。パーソナリティの浅野明人と MC の立石真由子でした。また来週、バイバーイ。You're listening to A-Stage.